ハチドリ。ハチドリは、鳥類アマツバメメハチドリ科の総称である。合衆国南西部からアルゼンチン北部にかけてのアメリカ、カリブ諸島を含むに生息する。鳥類の中で最も体が小さいグループであり、体重は2から20グラム程度である。キューバに生息する豆ハチドリは、世界最小の鳥であり、全長6センチメートル、体重2グラム弱しかない。 毎秒約55回、最高で、約80回の高速で羽ばたき、空中で静止するホバリング飛翔を行う。ブンブンと蜂と同様の羽音を立てるため、蜂鳥、ドリ、ドリと名付けられた。英語では、ハミングバードで、こちらも、同様に蜂の羽音、英語における、擬音語がハムから来ている。フランス語ではで直訳すると、ハエドリとなる。足は退化しており、 枝に止まることはできるがほとんど歩くことはできない。花の蜜を主食としており、ホバリングで空中で静止しながら、花の中にくちばしを差し込み、蜜を吸うという独特の食事の取り方をする。他に、昆虫も食べる。花の蜜を吸うためにくちばしは、細長い形状をしている。そのため、昆虫であるスズメガが生息する地域では、成虫の動作が酷似するため、 しばしば両者を見間違うことがある。ある種のハチドリは特定の植物と密接な関係を持っている。例えば、ヤリハシュハチドリのくちばしは非常に長く、最長では全長10センチメートルを超える。このような長いくちばしでないと非常に長い花冠を持つ時計層の一種パッシフロラの蜜を吸うことができない。このように1対1のペアを形成することにより、 ヤリハシハチドリは、他のハチドリや昆虫との食料をめぐる競争を回避することができる。一方にとっては、自分専用の花粉媒会社がいることで、効率的に受粉することが可能である。このような双方にとっての利益があるため、特殊なペアが形成されたと考えられる。これは共振化の典型的な例である。同様な例として、90度近く湾曲したくちばしを、 モつカマハシハチドリと、バショウカヘリコニア族の花とのペアが挙げられる。進化によって、ハチドリは、非常に密接した、網膜神経節細胞を獲得し、側面と正面の空間認識能力を向上させた。これにより、高速飛行とホバリング時の視覚処理といった、ナビゲーションに、必ずなものを獲得した。携帯学研究では、動的視覚処理の精密さを担保する脳の違い、 全域、レンティフォーミスメゼンセファリーに、腸類最大の神経細胞の被害を発見している。ハチドリは、頭や目を対象に向ける際に、ハチドリ自身の位置や方向が変化することで起きる、視野内の視覚的刺激から、方向と方角を非常に敏感に感じ取れる。ハチドリは、視野内の微細な動きさえも読み取る敏感さによって、複雑で動きのある自然の周辺物の中でも、 ホバリングするという特技を得た。昆虫を除けば、ホバリングや高速飛行中の翼の高速な羽ばたきを維持するために、ハチドリは全動物中で最も活発な代謝を行っている。心拍数は毎分1260回に届き、青の喉ハチドリの測定では、安静時でも呼吸数が毎分250回に及ぶ。ハチドリの飛行中における筋組織の酸素の消費量は、 人間の優秀なアスリートのそれの約10倍にもなる。高エネルギーを必要とするホバリング飛行のために摂取した糖を燃料に活用する。ハチドリの能力は脊椎動物の中でも稀で摂取した糖によって代謝を100%増強することができる。対してアスリートは30%にしか達しない。ハチドリは新たに摂取した糖を30から45分以内に 燃料として消費できる。これらのデータは、ハチドリが、飛翔菌内部で効率よく、糖を酸化させる子で、大きな代謝の要求を満たすことを示している。ハチドリは新たに摂取した糖を飛行の燃料として、直ちに利用できるため、夜間空腹時や渡り時の維持のための脂肪以外の、エネルギーを体に蓄えるようがない。 ハチドリの代謝の研究は、メキシコ湾の800キロを中継せずに渡る、喉赤ハチドリの秘密とも関係している。喉赤ハチドリは、他の鳥と同じように、渡りの準備として、脂肪を蓄え、その体重が100%も増加する。この脂肪分によって、海の上での継続飛行を可能としている。風洞実験で、人工的に乱気流を発生させた状態でも、 ハチドリは、球時期の周りで、頭の位置と方向を維持してホバリングできる。横からの突風が吹いても、線上に広げた尾翼の面積と方向を様々に変化させ、主翼のストローク角の振幅を増やすことで補うことができる。ホバリングの最中、ハチドリの視覚システムは、捕食者やライバルによって生まれた視野の変化と、狙っている虫や鼻に向かって木々をすり抜ける。 自身の動きによって生まれる視野の変化を別々に認識できる。自然界の複雑な背景の中で、ハチドリは視覚情報と位置情報を高速に処理することで、正確なホバリングができる。様々な鳴き方、チャープス、スキックス、ウィスルズやハオトなどのハチドリの発生は、全脳、フォーブレインにある7つの特殊な脳核、ニュークリーによって生み出される。遺伝子発現の研究から、 これらの農核、ニュックリーが、オウム、スズメアモクの2グループの鳥類と、ヒト、クジラ、イルカ、コウモリといった、哺乳類しか持たない、模倣を通して、発生を獲得する能力を持つこと、つまり、発生学習できることが示された。過去6500万年以内に、鳥類23目のうち、ハチドリとスズメアモクと、オウムメだけが、 発生と学習のための同様の全能の構造を進化させてきた。これらの鳥類はおそらく共通の祖先から派生し、構成的な制約、エピジェネティックな制約のもとでその構造を進化したことを示している。青のチドリの鳴き声は多くのスズメ類とは異なり、1.8kHz から約 30kHz の広い範囲に及ぶ。また、コミュニケーションには使われないものの、 超音波を発する。青チドリは飛んでいる虫を捕獲する際に超音波を発することによって虫の飛行を混乱させ捕獲しやすくする。人機能も状況によって激しく変化するハチドリの代謝を満たしている。日中、蜜を摂取するハチドリは体重の5倍にも及ぶ水分を摂取するためハチドリの腎臓は 水分過多を避けるため、人子球体の処理速度を消費に合わせて、適切に調節し、水を処理する。対して、夜間の昏睡時などの水分が欠乏するときには、処理をやめて、体内水分維持を行う。ハチドリの腎臓は、ナトリウムや塩素が偏った蜜を摂取したとしても、電解質の濃度を調節できるユニークな機能を持つ。ハチドリの腎臓や腎子球体の構造が、 様々なミネラルを持つ花の蜜に特化していることがわかる。あんなド鳥の腎臓に関する形態学的研究では、ネフロンに近接する高密度の毛細血管によって、水と電解質を正確に制御していることが判明している。夜や食事を取らない時には、冬眠のように深い睡眠、昏睡、トーパーというをすることで、備蓄しているエネルギーが、 危機的に欠乏する前に代謝を低下させて、それを防ぐ。夜間の睡眠時、トーパー時には体温が40度から18度まで低下し、心拍と呼吸数は劇的に遅くなる。日中には1000を超える、心拍数が50から182まで低下する。睡眠時、トーパー時はグルコースや水分、養分などの損失を抑えるために人機能も低下させる。しかし、 体重は、睡眠時、トーパー時にも、毎時 0.04g ずつ低下するため、毎晩体重の10%に相当する体重を、失っている。睡眠から覚醒する際には、血中ホルモンのコルチコステロンが一つのシグナルになる。トーパーの時間は、チドリの個体によって様々であり、縄張りを持つかどうかにも左右され、縄張りを持たない貝の個体は、 長いトーパー時間を持つことが知られている。ハチドリは、急速な代謝をするが、寿命は長い。孵化から、巣立ちまでの無防備な期間を含む、最初の1年で死ぬ者も,も多いが、この期間を生き残れば10年以上生きることもある。よく知られている北米種は、平均寿命が3から5年と予想される。対して哺乳類の最小の種であるチビトガリネズミは2年以上生きる者は稀である。 野生の寿命の最長記録は、不当八鳥のメスで、1歳以降に、識別足輪が付けられ、その11年後に同じ足輪の個体が捕獲されている、ことから、少なくとも12歳以上であることが確認された。その他の、推定を含む寿命の記録は、不当八鳥同等サイズのノドクロ八鳥のメスの10歳1ヶ月、赤橋エメラルド八鳥の11歳2ヶ月などがある。ジャマイカでは、 ハチドリの群れが名物の一つとなっている。蜜を好んで食したアマツバメの仲間の一部が、花から蜜を吸う生活様式に適応して、自然選択により現在のような姿に進化したと考えられる。効率よく蜜を吸うためには、花鉢族のように花に止まって吸蜜するのが良いのだが、鳥類の体の構造上、昆虫よりもどうしても体の密度が大きくなるため、 花に止まることができない。そこで、スズメガのようにホバリングしながら吸蜜できるように、胸筋や心肺機能を独自に進化させて、現在に至った、と推定される。すべての鳥類は、未来の味細胞にある甘味受容体分子トス1、R2 を遺伝子レベルで欠損しているが、ハチドリは、花の蜜に含まれる、甘味物質、初を甘味受容体トス1、R2、 トス 1R3 以外の分子を使って受けできる。最近の研究で、ハチドリは失った甘味受容体の代わりに、構造の似た甘味受容体を甘味物質に応答するように機能を変化、進化させることで、進化の過程で一度は退化させた甘味感覚を取り戻したことが証明された、ボールドウィン、MWR、サイエンス、2014、345。 929から933。甘味感覚の獲得によって、ハチドリは、鳥類の生存競争の中で、競争の少ない独自のポジションを確保することが可能となった。ハチドリカは、アマツバメアモク、アマツバメカカンムリアマツバメカと、姉妹群である。伝統的に、それら、および近年は、ズクヨタカカと合わせて、アマツバメモクとされてきた。アマツバメに対し、 ハチドリカは単型のハチドリア目に属す。かつてはアマツバメ目をアマツバメア目に限定し、ハチドリカをハチドリ目に分離する説もあった。ハチドリカ内部には九つの大きな系統が確認されている。伝統的にはが、残りのハチドリカと姉妹群だと考えられ、それぞれ鍵ギハチドリアかハチドリアカに分類された。 DNA 交雑法により、ハチドリアカには六つ、ハチドリカ全体で七つの系統が認されていた。分子シーケンスの時代になって、かつてはサンプリングされていなかった族の中から、さらに二つの系統が見つかった。そのうちオハチドリは、一族一種で、ハチドリアカ内部の一系統を成したが、トパーズハチドリ族とシロエリハチドリ族からなるは、規定的な系統であり、残りのハチドリカ全体と、 姉妹群である。これにより、伝統的なハチドリアカは単系統でないので、をトッパーズハチドリアカに分離することもある。ただし、ハチドリカ規定の系統は、不確実で、ハチドリアカトッパーズハチドリアカが単系統である。可能性は、完全には否定されていない。国際鳥類学会議の分類では338種が属する。カリブ海に近いトリニダードトバゴの国鳥である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。